はい、これサブちゃんなんですけども、はい、あの、いろいろあの、祭り系の動画がメインで上がって、そうね、楽しかった、あれ楽しかったね、普通に。しかも大好評じゃない？今んと、あ、そうね。いや、でも今んとこ今年一番楽しかったよ、あのイベント。で、あの、お祭りで撮ってきたね、この景品たち。はい。ちょっとじゃあ開けていきますか、順番に。はい、やっていきましょう。どうしますか？こいつ、もう一旦して、一旦な。クッション。ドラえもん。ドラえもん。ドラえもんが袋から出てくるの、珍しい。これでもどっかにこうやって貼れるようになってる。いいな、ほら。はい、ということでね、マジでそういうチャンネルじゃないの。今笑った人、ヘキトラ見てください。置いとくわ。次、郵便局のなんか、あ、これな、一番古かった商品な、ソロモード。でもさ、ちょっとさ、ちょっと見たかったよね、うん、なんかの特典なんじゃないかな。チョロモード、あなたの携帯電話でチョロQが動かせます。はい、チョロモード、これね、完全に空いてるしな、これ完全ボロボロだし、だから取るべくして、あ、待って、非売品って書いてあるよ。お、日本郵政公社オリジナルポスト型チョロモード。へえ、これちょっとさ、これも調べていい？これちょっとさ、なんかオークションとかにありそうな、こういうのってあるじゃん、あるあるある、本当に価値あるのは意外と、うん、そういうとこにあるみたいなね、うん、出てますね。お、いくら？1000円。お、でもまあまあじゃない、思ったより。うん、2015年の段階で1000円だからね。おお、ねえ、あのダーツ500円ぐらいだから価値上がっていく可能性あるよ。いや、まあボロボロだけどね。はいはい、3つ目、これね、こちら一番使えるやつね、多分これが一番使える、レディース工具セット。ドライバーがね、あの編集だったらカットしてるけど、そう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 、毎回、いや、あの、顔のさ、そうそうそう、貯金箱系とか、あの、電池使う系はね、ドライバーが必要なんだよね。電池ないじゃん、つって、あの、大抵リモコンとかの、裏からね、こうやんなきゃいけないけど、で、ドライバーないっつって。ドライバーないで開けてた、この間。この間俺、あれで開けたよ。あ、スプーンで開けたわ。結構ちゃんとしてるぞ。これ一番いいよ。こんなにいらなくね？でも一番なんかちゃんとしてるの出てきたぞ。そんなに種類いらなくね？なんか変な汁ついてんだけど、これこんないる？それちょっと汚いから。これまずねえ見て、変な汁、錆び方すごい。使ってたやつじゃないの、あのおじさんが。匂いすごくない？なんか鉄の匂いかと思ったらゴムの匂いじゃないか。なんか違うね、なんかゴムが溶けた時の匂いみたいな、ね、ずっとあの熱いとこに置いてたから、夏とかも多分ずっと。これ何？でもすごい、メジャーメジャーメジャー、すげえ、なんか電気来そうで怖いわ、こういうの。職業病だって。そう、どうですか、これ一番使えるね。これね、いいね。じゃあ鳥いきますか、鳥。うん、やっぱね、本命一番いいやつね。じゃあ俺こっち行くわ。じゃあ開けていこう。じゃあ M いいんすか、でかい598プラス、これなんだ。 P361 適当なかっこいい数字並べるだけでしょ。説はあるな。 K44 K44 の方がかっこいいわ。結構いいやつじゃない。うん、おお、結構ちゃんとしてるぞ。おお、結構テンション上がるな。いいっすか、こっち。うん、すごいっすね。じゃーん、これすごくない？壊してるな。壊してるじゃん、絶対に。お、マジだぞ。なんかなんかなんか、ドラえもん、ドラえもん、ドラえもん撃つなや。いくぜ。おお、これマジじゃん。うわ、すげえぞ。いや、危な。めっちゃ強いじゃん。え、見て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 。え、そんな強いの？打っていい？うん。何してんの？マジで。ピタゴラスイッチじゃないんだ。出ない出ない。いや、なんかコロコロコロってやったろ。うん。なんで俺だけできないの？あ、できそう。俺がやりたい。よ。うわ、これ貫通し、貫通したわ。貫通しすぎでしたわ。すげえな、これ。すげえ、絶対事務所でやっちゃダメだろ。
品商品のアイデアってよく考えるとすごいね。うん、全部楽しいじゃん。いや、なんか少年の夢みたいな、ね、そう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 、昔の楽しさだよね。あれなんかで、今でやっぱさ、それやっぱ原点に帰るとやっぱ楽しい、楽しい、やっぱ好きなんだよ、ああいうのが。結局アホだからな、アホだから俺ら、男はアホだから。男はずっとこれだもんね、ずっとこれ遊んでるから。うん、男は成長できねえからな。はい、ということでね、これ楽しかったです。はい、じゃあサブチャンネルでした。ありがとうございました。ありがとうございました。